ジョシア・ブレンダン・デイビッド、ジョシュマ・ゲニスは北アイルランドダウン県バンガー出身のプロサッカー選手。北アイルランド代表、ハルシティ AFC 所属。ポジションはフォワード。ユース年代ではゴールキーパーとしてプレーしていたが、カービフシティ FC 入団後の2008年にフォワードにコンバートされた。アカデミーの監督からはスピードがあり空中戦に強いと評された。 カーディフでは定位置を確保できず、プロ契約を結んでから1シーズンで退団。イコーアバディーン FC、セントミレン FC、キルマーノック FC とスコットランドのクラブを渡り歩いた。2016年8月11日、フットボールリーグ1のチャールトンアスレティック FC に2年契約で移籍。9月10日のフリートウッドタウン FC 戦で移籍後初ゴール。 2018年7月30日、ボルトンワンダラーズ FC に移籍。U17 代表ではゴールキーパーとして選出されていた。U19 代表からフォワードとして選出され、2009年7月のミルクカップ U19 デンマーク代表戦で初ゴールを挙げた。8月には U21 代表デビューを果たした。2010年5月26日に開催された。 トルコ代表との親善試合で初キャップ。2015年10月8日にウィンザーパークで開催された UEFA ユーロ2016予選、ギリシャ代表戦で初ゴール。おじのマークもサッカー選手で、リンフィールド FC やバリーメナユナイテッド FC などでプレーした。ゴールキーパーとしてプレーしていた頃、サッカーをやめラグビーに転向することも考えていた。 2013年1月28日に恋人との間に長男が生まれた。ありがとうございます。